ソフトバンクの端末一覧。当項目では、デジタルフォン、J フォン、ボーダフォン、デジタル通貨及びソフトバンクモバイル時代を含む、ソフトバンクのソフトバンクブランド携帯電話端末について記す。関東、東海、関西地区でのサービス開始当初から J フォン開始までの端末。ここでは DP シリーズを記す。デジタル通貨を参照。関東、東海、関西地区以外でのサービス開始当初から J フォンに社名変更するまでの端末。機種によりデジタルフォンローミングと通貨ローミングに分かれる。J フォン開始時からのパケット通信非対応端末。V3 シリーズや V4 シリーズに相当する。JSH07 以降の機種、一部除くは 50kbJ バアプリに対応。東北、中国、四国で販売されたステーション非対応型端末。これらの地区では、ステーションサービス開始当初、交換機が通貨仕様だったために、ステーションの展開ができず、ステーション対応機種に制限を加えた機種として販売された。通話とメールに機能を絞ったシンプルフォンシリーズ。パケット通信やウェブ、JD31 を除くには、非対応。全機種16はオン。パケット方式開始時からのパケット、通信対応端末。全機種写しメール、ムービー写しメール、100kbJ はアプリ。JSH53 は 256KB 対応。V5 シリーズや V6 シリーズに相当する。全機種40はオンに対応。SD メモリーカード対応。シャープ製のみ。W-CDMA 試験サービスモニター対応のみの機種。いずれの機種も J、フォンロゴとボーダフォンのスピーチマークデバイスが入っている。J フォンの 3G サービスのもので、後に、ボーダフォン 3G シリーズが発売されるまでに発売された端末。全機種 J スカイ非対応。なお、ソフトバンク側のネットワーク設備のソフトウェア更新に伴い、現在は使用不可となっている。通信方式は PDC 方式。V1 シリーズは三菱電機のみが供給している。2006年の7月に初の V2 シリーズとして、シャープ製の V201SH が加わった。V101D、V102D、V201SH ともにストレート型である。コンビニなどでも取り扱っている。カメラはついておらず、着歌にも対応していないが、Yahoo 携帯は利用できる。ただしプリペイ契約の状態で利用できるのはメール機能のみ。ウェブ機能等を利用するためには一旦、プリペイド契約を解約した上で、通常のポストペイド契約をする必要がある。現在はポストペイドへの契約変更はできない。共に別名は JD07 と同じくインジョーのエンジョルの J-0X シリーズ、J-5X シリーズは J フォン時代のシリーズ名で J-0X シリーズは V3、V4 シリーズ、J-5X シリーズは V5、V6 シリーズに相当する。PDC 端末で唯一着歌サービスに対応している。ボーダフォン 3G、現ソフトバンク 3G が主戦力になった頃にも根強い人気があった。シンプルモードなどの UI が使いやすいという意見もあり、新機種も NTT ドコモなどとは違い最近でも1シーズンに2機種程度発売されていた。パケット方式非対応端末で、ローエンドモデル中心のシリーズ。メールは V4 シリーズ同様、スカイメールとロングメールに対応しており、写しメールが可能であるが、ムービー写しメールには対応していない。コンパクトなものが多く、機能をあまり重視しない層を主な対象にしていた。シンプルモードに対応していて、UI はわかりやすい。カメラは30万画素程度で、写真プリントには向かないものだが、写しメールに使う分には十分な程度だと言える。S、アプリは 50KB アプリに対応。シャープ製のみ。パケット方式には非対応なので、着歌には対応していない。また、このシリーズは外部メモリにも対応していない。パケット方式非対応端末で、ミドルレンジモデル中心のシリーズ。メールは V3 シリーズ同様、スカイメールとロングメールに対応しており、写しメールが可能であるが、ムービー写しメールには対応していない。端末色のバリエーションなどから、女性をターゲットにしている端末が多いシリーズだと思われる。カメラは100万画素から200万画素程度。S、アプリは50キロアプリに対応。V401SA を除く。パケット方式には非対応なので、着歌には対応していない。テレビチューナー内蔵機やメモリーカード対応機も存在する。パケット方式端末で、ミドルレンジモデルやデザインモデル中心のシリーズ。メールは V6 シリーズ同様、スカイメールとスーパーメールに対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。2005年夏季に初めて発表されたため、シリーズとしては比較的新しい。デザインモデルの着ぐるみ形態 V501T や V501SH などがある。デザインに特化した機種や小型化に重点を置いたパケット対応端末が多く見られる。ディスプレイはすべてクベが規格。カメラは130万画素程度。S、アプリは256キロアプリバージョン2に対応。全機種着歌対応。パケット方式端末で、ハイエンドモデル中心のシリーズ。メールは V5 シリーズ同様、スカイメールとスーパーメールに対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。日本初のテレビチューナー内蔵携帯電話 V601、N などテレビ付き機種も多く、2006年7月現在で5機種存在している。Sアプリは256キロアプリ、256キロアプリバージョン2アプリに対応している。V601N は 100K アプリ。カメラは130万画素から320万画素程度と様々。光学ズームやオートフォーカス対応機種もある。シャープ製は V602SH 以降の機種。東芝製は全機種64和音着信メロディ及び着歌に対応。V601N を除き SD メモリーカードに対応。V602T 以降の機種の外部メモリーはミネスドに変更。デモ専用に開発された試作型携帯電話。当然ながら非売品である。ボーダフォンの 3G サービス初期のもので、後にボーダフォン 3G と名称及び仕様を変更されるまでに発売された端末。なお、ソフトバンク側のネットワーク設備のソフトウェア更新に伴い VC701SI と V801SH を除く VGS 時代の端末は2008年1月以降利用不可 V801SH についても2008年4月以降は一部の機能が使用きなくなっている V801SH は2008年8月に利用不可となる。パケット方式第3世代端末の VGS のシリーズ。メールは SMS と VGS メールに対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。ボーダフォンの方針により、VGS からボーダフォン 3G、現ソフトバンク 3G と名称を変更するとともに、メールなどの仕様を変更することになったため、2機種しかない。両機種とも、ボーダフォンライブと、着歌、V アプリ、100KB 対応。両機種とも SD メモリーカード使用可能。2008年7月までに両機種とも使用できなくなった。3G としては例外的に 2G と同じく端末名に V がつく。第3世代携帯電話。ほとんどの機種が海外でもそのまま使える国際、ローミング対応端末である。ボーダフォン 3G 展開当初は、PDC 時代からのメーカーの端末でもそれまでと異なる統一 UI が全面採用されており、これが分かりづらいという苦情もあった。ほとんどの機種で TV コール、テレビ電話機能に対応しており、ボーダフォン 3G、現ソフトバンク 3G 同士だけでなくドコモのホーマ端末やオーイブ、A 端末とテレビ電話をすることも可能である。ボーダフォン 3G、現ソフトバンク 3G では、すべての端末において S アプリはメガアプリに対応。ほとんどの機種が Bluetooth を搭載している。ボーダフォン 3G、現ソフトバンク 3G 端末は2004年冬季から発売されていて、旧ボーダフォンの主戦力商品であった。なお、これらのシリーズでは2015年3月31日限りで S アプリの提供が終了している。パケット方式第3世代端末でエントリーモデル中心のシリーズ。メールは 8XX シリーズ 9XX シリーズ同様 SMS と MMS に対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。MMS は 300KB まで対応している。他のボーダフォン 3G のシリーズの端末は比較的大きめなものや重めなものが多いが、このシリーズでは軽くてコンパクトな端末が多い。またカラーバリエーションなどから女性をメインターゲットにしていると思われる端末や、小ささやシンプルさから大人をターゲットとしていると思われる端末も多い。カメラは130万画素程度。前期試着裏対応。2005年夏季以降の端末 703SH よりでは着歌フルに対応している。また、現在 71X や 72X といった型番が出ていないことから、実質 8XX シリーズに吸収されたという見方もあったが、2008年終わりに 7XX シリーズの復活作とも言える 730SC、プリペイド専用端末出るため、事実上は 730SC をベースに、ポストペイド仕様にマイナーチェンジした 731SC が、事実上の復活作とも言えるが登場した。いずれもスプリアス問題による技的執行のため、2015年12月1日以降日本国内では使用禁止。パケット方式第3世代端末でミドルレンジモデル中心のシリーズ。メールは 7XX シリーズ 9XX シリーズ同様 SMS と MMS に対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。MMS は 300KB まで対応している。90X シリーズと比べると機能の面では劣るもののデザインを重視していたり、ミュージック形態であったりするものが多く見られる。カメラは130万画素から320万画素程度。前期試着裏対応。2005年夏季以降の端末 803T よりでは着歌フルに対応している。スプリアス問題による技的執行のため、2015年12月1日以降日本国内では使用禁止。パケット方式第3世代端末でハイエンドモデル中心のシリーズ。メールは 7XX シリーズ 8XX シリーズ同様 SMS と MMS に対応しており、写しメール及びムービー写しメールともに対応している。MMS は 300KB まで対応している。PDC の V6 シリーズよりも高性能で、他の携帯電話会社と比べても引けを取らないシリーズ。ドコモのシリーズに例えるなら 90C シリーズに相当する。最新の機能に対応している端末が多く、販売価格もそれなりに高価である。新しいもの好きの層を主なターゲットにしていると思われる。最新のサービスに真っ先に対応し、全部入りと呼ばれる機能が豊富な端末が多い。カメラは190万画素から320万画素程度で、オートフォーカスに対応している端末が多く、デジタルカメラ顔負けである。前期試着裏対応。2005年夏季以降の端末、903SH より、では、着歌フルに対応している。2006年春季以降の端末では、ボーダフォンライブ、ファリサ、ゲン S、ファリサ、シープ製のみ、モバイルスイカ対応や、ボーダフォンライブ、ナビ、ゲン S、GPS ナビなどの機能が対応しているものが多い。905SH は、ナビ未対応。ソフトバンクモバイル時代の端末を含む、は、法人専用端末は、ソフトバンク仕様のリモデルは、国外使用不可は、国外使用可能だが、W-CDMA 専用は、プリモバイル用端末は、プリモバイル専用端末は、Bluetooth 非搭載端末 Q は、GSM クワッドバンド対応端末 U10850MHz 対応端末は 1.5GHz 帯、対応端末は 900MHz 帯、対応端末は 1900MHz 帯、対応端末は 850MHz 帯、対応端末。ソフトバンクモバイルの PDC 端末は 304。T を除きすべてが、ロゴなどをソフトバンクモバイル仕様に変更したボーダフォン端末のリモデルである。ボーダフォンからソフトバンクに変わる直前に発表された 304T、そのため当初は V304T として発表されたを最後に新規開発は行われず、現在は生産、出荷を終了している。なお、PDC の新規受付及び 3G から PDC への契約変更は2008年3月31日をもって終了した。ソフトバンク2シリーズはボーダフォン時代にはプリペイド専用機として販売されていたが、ソフトバンクモバイルでは通常契約、ポストペイド、プリペイドの両方が用意される。一桁目の数字はクラスを表し、となる。NexX と 3XX の違いは主に、ポストペイド向けかプリペイド向けかの違いであり、ボーダフォン時代は、ポストペイドで契約できるのは 3XX シリーズ以上のみであった。2.3 桁目の数字は2003年にボーダフォンに変わった時からの発売順を示し、シャープ製端末を例にとると 401SH は1機種目の4シリーズ、402SH は同様に2機種目の4シリーズ、取ったようになる。東芝製ソフトバンク 3G も参照。2017年現在、ソフトバンク従来型のシリーズ。プリモバイル端末を含むローエンドの 7XX、ミドルレンジ 8XX、ハイエンドの 9XX に分かれていたが、2009年夏から各型番の役割がローエンドの 7X、ローエンド、実質0円携帯の 8XX、ミドルレンジ、ハイエンドの 9XX に変更された。そのために 9XX では端末数が以前より増えた。また、9XX は最新の機能が搭載されたり、カメラ画素数が800万画素から1200万画素程度、あるものもあるなどの全部入りもしくはそれに近いモデルのが多い。のボーダフォングローバルスタンダード以来の流れから、多くの機種が GSM に対応しており、海外の W-CDMA 網と GSM 網でそのまま使用できる。ただし、2007年から2008年にかけての機種は、日本国内専用=国際ローミング不可の機種も少なくなかった。また、全機種で着歌フル対応。メール機能は、S、メール、MMS と SMS に対応しており、全機種メールアート機能ないし、アレンジメール機能が利用できる。ボーダフォン時代の機種と同様、全機種で TV と S。アプリのメガアプリに対応している。ただし 708SC については、横型液晶を採用しているため、S アプリには非対応。多くの機種で電波を利用して、ハンズフリー通話を利用することができる Bluetooth を搭載している。最近では、他業種とコラボレーションしたものも多い。812SH、707SC、815T、913SHG、821N グラ、831SH キロトン、HW001 キロトン、830SC、942SH キロトン、945SHG など。一桁目の数字はクラスを表し、となる。ただし、以下に記載するように、シリーズ分けの基準は、数回見直されている。810、910以降の、ソフトバンクに変更後の端末ではより多くのサービスに対応している。2007年秋以降、一旦7シリーズの発売がなくなり、そのため 71X、72X という型番は存在しない。再び発売された2008年秋モデルからは 7XX シリーズは、プリモバイル端末などの小型、低機能な端末に割り振られ、2009年春まで、8XX シリーズは、従来の 8XX シリーズの流れを組むモデルに、加えて、以前の 7XX シリーズの後継である 830SH、830P、820N などの一般的なローエンド端末も割り振られていたため、機種数が最も多かった。その後、2009年夏モデルからは、ハイエンド端末の売れ行き悪化により再び基準が見直され、7XX シリーズは引き続きプリペイド向け、専用及び音声通話専用端末、8XX シリーズは以前の 7XX シリーズ相当のローエンドモデルのみに割り振られ、ほぼすべてが実質0円機種 9XX シリーズが以前の 8XX シリーズ相当のミドルレンジモデル 935SH、942SH 等ともの 9XX シリーズ相当のハイエンドモデル 933SH、931P、931N 等の2系統、実質0円機種以外に割り振られるようになった。そのため、再び 8XX シリーズの機種数が減り 9XX シリーズが増えている。2桁目の数字は開発年度を示しており、毎年10月を境に繰り上がるようになっている。一部例外あり。ただし、基本的に最新機能に対応しないためか 70X シリーズは例外で2007年度まで防弾時の 70X のままであった。3桁目の数字は年度内での発売順を示し、シャープ製端末を例にとると 830SH は2009年度の1種目の8シリーズ、831SH は同様に2009年度の2機種目の8シリーズといったようにいる。ただし、70X シリーズは例外的に0ではなく5からのスタートとなっている。704まではボーダフォン時代に開発された端末であるため、その後、2010年冬モデルより KDDI の2009年冬モデル以降同様、当市番号による型番に改められることになり、シャープであれば、ソフトバンク0XXSH のような形になることになった。なお、従来の X シリーズ相当の端末にも同様の法則が適用される。なお、KDDI とは異なり、年度ごとに100の位が1ずつ繰り上がる。シャープ製、東芝製、NEC 製、パナソニック製、サムスン電子製、カシオ製、トスタ製、ノキアは2008年秋冬モデル発表後、日本での事業から撤退。カシオは2008年秋冬、モデル端末、830CA 発表により参入。トスタは2010年夏、モデル端末、840Z 発表により参入。モトローラ製、いわゆるガラホと呼ばれる、Android OS を用いた、フィーチャーフォン。初号機である、アクオス形態は、LTE 非対応であるため、商業上名乗って良いとされる、4G 端末ですらないが、便宜上ここに含まれている。なお、ユシムカードもソフトバンク 3G では使用されていない、ナノサイズを採用している。バツは、LTE 通信非対応。ソフトバンクWEXも参照。スマートフォン及びポケット PC のシリーズ。すべて 3G 端末。各種アプリケーションをユーザー自身がインストールし利用することができる。パケットし放題4スマートフォン。パケットし放題フラット。パケット定額Biz。ブループラン用。新規受付終了などで定額適用の対象のPC サイトダイレクト機能によるインネット接続が可能で、ユーザーがインストールしたアプリでの通信についても PC サイトダイレクトでの接続であれば、定額となるパケットし放題、パケットし放題 S でも定額利用可能だが期よりも上限額が高額になる。Web アクセスには IE ブラウザ、Windows モバイル端末や Nokia Web ブラウザー、Nokia 製端末、Opera モバイル、X0HT には、プリインストール済みを使用できるが、ポータルサービス Yahoo 携帯への接続及び、公式メニューは利用できない、TV= 一部機種及び S-Music Connect のみ対応、マイソフトバンクでの料金確認やメール設定変更についても、X シリーズ専用のページを使用。また、Windows モバイル機では、S、メール、MMS は専用アプリを入れることにより対応する。SMS はそのまま対応している。なお、MMS に関わらないならば、通常の POP3 メール及びダイレクトプッシュには対応しており、それらの利用も可能。全機種世界対応形態である。2010年冬モデルから全シリーズ合わせて通す、新しい型番になった。iPhone を参照。HTC 製東芝製、シャープ製パナソニック製、NEC カシオ製京セラ製、ファーウェイ製トスタ製デル製富士通モバイル製、モトローラモビリティ製。現在、ソフトバンクは、ワイヤレスシティプランニングが提供するアクスグップ網を利用したソフトバンクの MVNO 型データ通信サービスのソフトバンク 4G、ソフトバンクの提供する FDD-LTE 方式の LTE を使用した低通信サービスのソフトバンク 4GLTE を主軸としてスマートフォンを展開している。また、上記2つに対応したデータ通信サービスのハイブリッド 4GLTE も展開されている。ソフトバンク 4G、ソフトバンク 4GLTE、ハイブリッド 4GLTE。長い間、ソフトバンクから販売されたタブレットは iPad シリーズのみだったが、2014年、法人向けに1000CPAD14 ソフトバンクが、また一般向けに Galaxy Tab 4が発表され、iOS、Android、Windows とラインナップが広がった。ソフトバンク 3G ハイスピード、ソフトバンク 4GLTE、ハイブリッド 4GLTE。モバイルデータ通信用の端末、データ通信専用の料金プランが用意されている。フーウェイ製とスタ製セイコーインスツル製、コネクトカード、コネクト USB、Wi-Fi ルーター、ネットブックを表している。通信機能を内蔵したデジタルフォトフレームのシリーズ。フォトビジョン専用の料金プランが用意されている。全端末ともフォトビジアンという通称を持つ。2012年冬に発売された 202HW は初めてフルセグに対応し、フォトビジアンに加え TV をペットネームにつけている。2013年1月、アラブ首長国連邦に本社を置くスラーヤの設備を利用する衛星電話サービスを発表した。2013年2月28日よりサービス開始。ディズニーモバイルを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。